さあでは MC おすすめ秋のテイクアウトグルメです。やったやりました。私が紹介するお店はですね、はい、実はこれまで取材 NG だったんですが、はい、アップルのためならということで取材を受けていただきました。ありがとうございます。やった。焼き鳥屋さんなんですが、はい、鳥だけじゃなくて、はい、うなぎを焼いているという人気店です。うなぎ組み合わせがすごい、うん、まずね、焼き鳥のいい香りがこの辺り、店の辺りを包み込んでるんですよね。調子もいいな。場所は長崎市桜馬場にあります炭火焼き焼き鳥だいだい。タレと塩から選べる焼き鳥の種類はおよそ30種類。美味しそう。なんとね、100円からです。安い。お店のスタイルなんですが、テイクアウトと配達のみで、はい、配達は1時間半待ちの時もあるというね、これ人気店なんですね。どんな角度からあんま広くないんでね。一番人気は胸肉と皮を交互に刺したこちらタレ焼き。ミックスで、そのタレ、醤油でしょ、はい、砂糖でしょ、はい、みりんでしょ、さらにはオリジナルの秘伝ブレンドを混ぜ込んだ特製ダレで炊き込んでいるんです。なんだって。おサッカー日本代表吉田麻也選手も食べたそうですよ。すごい。さあ、そんな焼き鳥屋さんで焼かれるこちらの食材に注目してください。はい。サンマのように見えなくもないが、なんだ、さあこれこそが。そうなんです、池田店長もドヤ顔、聞いてびっくり見てびっくり、うなぎでございます。うなぎ。産地は主に鹿児島と宮崎。値段は量り売りでしてグラム1400円。なぜ焼き鳥屋さんでうなぎなのか、どうして詳しいことはスタジオで試食しながらご紹介お願いします。どうしてなの。さあ、スタジオにもご用意しました。やった、うなぎだ。焼き鳥屋さんのうなぎです。もういい香りがしてるんですよ。今回は鹿児島さんを仕入れていただきました。うわ、どうぞ召し上がれ。ありがとうございます。いただきます。うなぎ大好きなんでね、元気が出ましたね、またね。あ、もう見るだけでテンション上がりますよ。うん、うわー、ね、タレがまた美味しい。そうでしょう。肉厚でちょっと甘辛い、いいね、タレが染み込んでますね。お茶碗にご飯入れたくなりますね。常連客であり、まあ、お得意様がですね、うなぎも焼いてほしいっていう要望があったのがこれきっかけなんですよ。で、ひいおばあちゃんが実はうなぎにぴったりタレのタレ、秘伝のタレを作っていて、うん、それをおじいちゃんが受け継いでさらに改良をして今の味として店長は引き継いでらっしゃるそうなんですよね。またじっくり焼いてるからこの香ばしい感じがね。そうでしょう、焼き鳥もせっかくですからご紹介しましょう。今回はですね、25本セットご用意いただきました。これ3000円です、はい、うん、前日までの予約でお得なこの値段になります、はい、その他にも36本とか46本セットも選ぶことができます、うん、パーティーなんかにいいですね、うん、好きな種類を、ね、うん、食べられますよね。そう、本当好きな種類食べてください、うん、焼き鳥の中身自体はお任せなんですが、うん、苦手なものは外してくれます、はい、さあではこちらの代々の場所と電話番号をご紹介します。お店は新大工町電停と新中川町電停の間、電車通り沿いにあります。うなぎももちろん宅配しますよ。宅配エリアはお店に問い合わせてください。営業時間は午後9時までです。宅配のオーダーストップも午後9時までです。以上、秋のテイクアウトグルメでした。美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。